はい、こんにちは、勝又博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、仮面ライダーアクセル。アクセルということで、こちらになります。変身した時のポーズですかね。こちらはこうブンブン、そしてこちらの面はエンジンブレードを持ったアクセルとなっております。バンダイ、はい、こちらですね、胴回りが70センチから100センチ、 LR44 が6個、そして対象年齢15歳以上ということで、こちらになっております。さあ、開けて見ていきましょう。ダン、コンプリートセレクションモディフィケーションアクセルドライバーとなっております。はい、こちらですね、アクセルドライバー、はお、かっこいい。はい、ということで、こちら開けるとこのような感じ。結構ね、今のね CSM シリーズはだいたいこうパッケージでのディエンド乗ってたり、ディケイドのお腹だったり、カブトのお腹だったりとか、胸部とかだったりね、だいたいそういうパッケージがあるんですけども、ダブル系はね一切なくて、すぐ説明書で発泡スチロールみたいな感じですよね。ちょっと簡素と言いますか、やっぱり今のねそういうパッケージの面でも楽しませてくれる今の CSM 結構いいですよね。さあ、開けてみましょう。このような感じで入っております。だんだんと、おー、かっこいい。ということで、取り出していきましょう。あー、ちょっと重たいね。重たい。前回、アクセルドライバーデラックス版やってて、今、まあ、時間的にはね、デラックス取った後すぐ取ってるんで、重さがね、やっぱ違うって、すぐわかりますね、持って。あー、これは本当に、あー、本物感あるわ。すごい。うん。すごいです、本当に。そして、こちら、アクセルメモリと、エンジンのメモリですね。あ、エンジン入ってたっけ？え？ってことはさ、めちゃくちゃ重たいエンジンブレードとか出してほしいね、正直。もう、本当にリアルな重さのやつ。アクセルが持てない、人間の時持てないぐらいのやつ欲しいね。もうなんか、ね、3万ぐらいでもいいわ。おかしい。ということで、ベルトの部分はこのような感じの素材ですね。はい。普通の CSM のダブルドライバーみたいな感じですね。裏面の方の素材とかも同じですね。表側は全然違いますけども、デラックス版と比べると、よいしょ。こちらですね。はい。まあ、こう、一緒ですね。造形とかも。ほぼ一緒です。さあ、それでは本体比較していきましょう。デラックス版とね、よいしょ、こちらになっております。上の方がデラックス版、下が CSM ですね。何が違うかというと、まあサイズはね一緒なんですけども、ここのねやっぱグリップ部分、これがダイキャストですね。すごい、ここの部分が重たい。で、ここにね、透明な、この透明なパーツですね、ここに透明なこれがデラックスついてるんですけども、こちらはついてないと CSM。いいですね。で、多分、これ、まあ、テカリ具合は一緒なんですけども、多分こっちはメッキで、こっちは多分ダイキャストなんじゃないかな、鉄なのかな、金属じゃないかなって思いますね。色の光り方でちょっとこう、深みがあると言いますか。で、まあ、メモリの部分とかはほとんど変わらないですかね。ちょっとこう、明るい色になってますかね。デラックスの方がちょっと曇りが、あると言いますか。で、グリップ部分、こちらもあんまり変わんないんですけども、こうやっぱね継ぎ目が分かりづらくなってますね。うん、まあこちらもそうですけども。で、そしてまあグリップ部分ちょっとね、つや消しのマットがデラックス版よりも強い感じですかね。やっぱグリップっていう感じがちゃんと出てますね。あと、あ、このボルトの部分も黒くなってるんですね。デラックス版だとこのような感じなんですけども、あー、すごい、いや、細かいですね。よくよく見ると。あ、あとちゃんとここのね、下の部分。黒く。このボツボツ、ここですね。デラックス版は塗られてないですね、中が。おー。いやー、いいですね。で、このベルトのバックル本体部分。こちらも全然色が違いますね。うん。やっぱ、シルバー系が強くて本物感がすごい強いですね。サイズは一緒なので、多分互換は全然あると思います。こちらデラックス版をガチャッともはめることもできますし、デラックス版の方にガチャッとね、普通にはめることもできます。ということで、さあ、本当にね、3倍ぐらい重いですかね、こっちの方が CSM。
すごいいいです。さあ、そしてメモリの方ですね。こちらが CSM。ラメが入ってるのが基本的には CSM ですね。で、先っぽの金の部分も、ちょっとこう黄色が強い金ですね。はい。アクセル。それでは鳴らしてみましょう。まあこれは変わるわけないですね。ほとんど一緒です。うん、一緒ですね。さあ、エンジンもね、久しぶりにじゃ聞いてみましょう。おお。エンジン。おお。エンジン。エンジン。懐かしい。でも、これだけあってもね、やっぱ本当にエンジンブレードないとダメですよね。うん。ということで、エンジンブレードもね、デラックス版レビューしましょう、ぜひ。ということで、変身していきましょう。変身。いや、ちょっと今、車の音入っちゃったかな。もう一回行きましょう。うん、いいですね。アクセルマキシマムドライブ。はい、ということで音声は全然変わりないですね。一緒ですね、うん、エンジン入れてみましょう。おー、めっちゃ綺麗。あ、ダメなんだ。おお、懐かしい。このヒュンウィンっていうのは懐かしい。おお、そういう感じなんだ。こうやって、じゃあこうやってこれ今押さえてる状態ですね。おお、ジェットでしたっけ、その後で最後エレクトリック、エレクトニック?ん?何でしたっけ?思い出せない。スチームは絶対あった。あ、でも、あれですね、デラックス仕様ですので、多分、エンジンブレードにちゃんとぶっ刺せば、ちゃんとなるんでしょうね。いやー、なんでエンジンブレード出ないのかな、そう考えると CSM ね。いやー、でも、気持ちいいね。あ、なんか、いいこと思いついちゃった。こちらのダブルドライバーで、じゃあ、これ、アクセルとエンジン。ね、先っぽの色がちゃんと合ってるので、行ってみましょう。ちょっと主張が激しいね。調和しないね。だから、多分これ、入れた音が、ジョーカーと一緒だから、おぉ、ハモってる、ハモってる。いいぞ。ああ、あり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 。メタルジョーカーみたいな感じですね。まあ、メタルはこっち側なんで、多分全然違いますけども。ああ。あ、じゃあこれに入れればいいんだ。おー、なりましたね。エレクトリックでしたね。はい。スチーム、ジェット、エレクトリック。スチーム、ジェット、エレクトリック、エンジン、マキシマムドライブ。おー。これでなりましたね。アクセルドライバーの方での鳴らし方はちょっと難しいですね。普通に考えて。あ、じゃあこれを何回も押せばいいのか。あ、無理ですよね。離すとだってこの、変身した音になっちゃう。あ、こっちか。ああ、できた。こっちを押しながら、
これをひねるとマキシマムドライブ。はい、そういうことですね。多分こっち側のここのね、このボタンをこうピッて押すと、あ、ちょっと難しいな。こういう感じですよね、多分。あー、できたできたできた。ということで、はい、アクセルでした。いやー、やっぱかっこいいね。そのまんま、やっぱバイクだからね。もう本人がバイクですから、やっぱいいですよね。うん。重たいってのがやっぱこの CSM はいいです。カブトゼクターみたいに、ゼクター部分だけ、本の、カブトのゼクター本部分だけが重たいとかじゃなくて、ちゃんとこうなんかバランス取れた重さなんですよね。うん、これがいいですね。まあ、ちょっとこっちに偏ってるかもしれないですけども、でも全然、こうやってね、ガチャってこうやるんで、全然いいです。はい、ということで、今日ご紹介したのは、CSM アクセルドライバーでした。いやー、ファイザーアクセル楽しみですね。普通に。うん。なんか連動するみたいなんでね。うん。楽しみ。それでは、また明日。